しいけど似合ってたもんね、チャイナドレス。綺麗なお姉ちゃんすごいです。おめでとう姫路さん、とっても似合ってるよ。ありがとうございます。明久くん、それでお願いがあるんですけど。ん？何？お祝い兼ねて何でも聞くよ。せっかくだったので残った食材で私もごま団子を作ってみたんですけど、よかったら食べてもらえますか？え、いや、それは。そりゃいい、なんせお祝いだしな。え、遠慮なく行け。なんだよ二人とも、せっかくのお祝いなんだからみんなでお祝いしろよ。